真上の四隅に、釣り上げ用のツイストホールが装備された。ラフテレーンクレームで釣られて、内航線に積み込まれる 19D-36,677。岡山市、新岡山港で行われていた、平成30年7月豪雨の影響で、鉄道輸送が不能になった山陽本線の、鉄道代行輸送風景。JR 貨物 19D 型コンテナは、日本貨物鉄道が配備している。 鉄道輸送用長さ12フィートの5トン積み有害コンテナである。本形式は19バイト型の改良型であり、相違点は、阪神淡路大震災を機に災害等により、長期間の鉄道輸送障害が起こった時の内航線による鉄道代行輸送体制に即応できるように、コンテナ下部四隅に内航線積固定用のツイストロック式のホール型、み金具と上部四隅に、 クレーン釣り作業に対応した簡易式カ金具が新たに付属したことである。2020年1月5日、現在3万1002個使用されている。2017年には5万万台を突破した。登場時は旧型の国鉄コンテナの老朽取り替えようとして製造されていたが、後に 18D 型などの JR 初期に製造されたコンテナも置き換えている。2017年度までは、 使用変更を重ねながら、JR 貨物の主力コンテナ形式として 19G 型と共に増備が続いていたが、2018年3月17日のダイヤ改正で、国旗5万系の営業運転が終了することにより、聖高コンテナの運用上の制限がなくなったため、2018年度より 20D 型へ製造が移行した。初期に製造された本形式は老朽化が進んでおり、 打ち張りを張り替えて、塗装変更する更新工事を施して使用されている。しかし近年、新たに製造された本形式や 20D 型により、初期製造の個体も置き換えが進み、廃棄されたり上脈物流専用の W19D 型や四重用途の ZD19D 型に改造されたりしている。 2019年7月現在では42001から44100までの廃棄処分が進んでいる。なお、廃棄された 19D-5001 が、整備の上、鉄道博物館において、古希5万2、積載状態で展示されている。両側扉に肩開きで、外のリスン法は高さ 2500mm、幅 2450mm、長さ 3715mm。 最小内放寸法は高さ 2252mm、幅 2270mm、長さ 3642mm。側入り口は高さ 2187mm、幅 3635mm。床面積は8.3平方メートル。内容積は18.7立方メートル。最大積載量は5トン。塗装は19バイト型に順じており、赤紫色一式に。 白抜きで側面及びつま面の右上に JRF マーク、側面中央には横長で両形状の線が配されている。観音開きドア面の左下に JR マークと日本貨物鉄道株式会社の文字が入れられていた。19D-3 初期に製造された個体は、側面左下に JR マークと日本貨物鉄道株式会社の文字が入れられていたが、すぐに JR 貨物へ、 変更となった。量産途中でエコレールマークのシールが貼り付けられるようになり、既存のコンテナもエコレールマークのシールを順次貼り付けた。量産が進むと、側面左上に環境に優しい鉄道貨物輸送、環境に優しい鉄道コンテナとキャッチコピーが書かれたステッカーが貼られるようになった。このステッカー貼り付けは本形式から始まっている。老朽化が目立つ個体については、 内張りを交換する更新工事が施されている。同時に塗装も専用のものに塗り直されており、白線が消された上に JRF マークが小さくなっている。更新工事の実施を示す表記については、製造番号の後ろにの記号がついたもの、更新の英訳である、リニューアルの頭文字、R を追記したものがあり、中には目印がない個体があるなど、多種多様である。なお、 2011年後半に試作コンテナとして、1 9 d 9万1と1 9 d 9万2の2個が、東急和歌山製作所で製造された、ドアロットが4本となっており、可表示、表示表示の位置や、リブの形状も、既存のものとは大きく異なっている。塗装は黄緑6号を基調とし、側面左上に JR マーク、その下に JR 貨物の文字が入れられており、 左下にはエコレールマークを貼り付けている。これらの個体は宇都宮貨物ターミナル札幌貨物ターミナル、苫小牧貨物駅宇都宮貨物ターミナル間の限定運用となっており、後に限定運用を示す表記が側面右上に追加されている。19G 型でも同じ仕様の試作コンテナが2個製造されている。2016年4月には、 京都鉄道博物館での展示用として28,901番が総合車両製作所で製造された。貨物輸送には使用されず、展示用として特別に製造された。ありがとうございます。